関ジャニの男前を目指せ。この番組はわさビーフの山吉製菓の提供でお送りします。真夜中の私立男前高校へようこそ。副会長の桐山明人と生徒会長の中田大地です。さあ、それでは今日の生徒を早速呼んでみたいと思います。はい、久しぶりということで、お今日の生徒はこの人です。いらっしゃいました、山崎くんとです。はいこんばんは。どうそうなの、一人のバージョンはそういう感じなの。そう、いらっしゃいましたから。あ、なるほどね。そうです、勝手に自分で来店したパターン。そう、自分で来店したパターン。くんとはなんか10月から来てないみたいで。10月かも。久々でちょっと、久々ですね、ちょっとドキドキ。お今日なんかオーディションしてるらしいですよ。え、オーディション。うん、くんたがこれから使われるか使われないかは今日ちょっとお願いしますよ、これ本気出しますよ、4ヶ月、うん、まあでもね、今日はね、2月11日ですよ。あ、2月11日。何の日以外も近づいてるかは。ね。そういうことですね。くんたのお得意のテーマを持ってきていますので。はい。じゃあ期待して待っていてください。それでは今夜も最後まで、よろしく。いらっしゃいませ。今夜の生徒は、山崎くんたです。くんた様、今夜も最後まで、よろしく。まあバレンタインが近づいてますから、ちょっとリスナーさんの悩んでる相談とかしてみます、うん、なんかバレン、まあ恋愛トークしましょうか、はい、久々に、ね、そうですね、はい、じゃあ僕が行かせていただきます。はい、石川県は金沢市、はい、15歳、ラジオネーム千秋ちゃんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。秋人くん、大地くん、生徒さん、こんばんは。こんばんは。突然ですが、今私には憧れてる人がいます。その憧れてる人の理想が、うん、優しくて清潔感があって、うん、清楚な女の子だと聞き、少しでも自分の存在に気づいてほしくて理想の女の子になろうと努力しています。うん、清楚なイメージになれるようにダイエットしたり、言葉遣いに気をつけてみたりしてますが、この前久しぶりに会った男友達から、前と感じ変わったけどゆるかわ系にイメチェンしたのと言われてしまいました。うん、男性から見てどんな人が清楚系なのか教えてください。ゆるかわ系、おお、ちょっと違うね。でもそうやな、清楚系ってよく言うやん。清楚言うとやっぱりちょっと黒髪ロングでみたいな感じ。あ、はいはいはい、タレントさんで言うたら仲間由紀恵さん的な。かな。あ、はい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 、清楚系。おお、でもあの人もじゃない、あの新垣結衣さんも清楚な感じやね。もう清楚、そうやな。なんかゆるかわと清楚ってどっちが、ゆるかわって誰、パーマ、パーマはあかんな。ああ、佐々木希さんかな。あ、はい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 、絵がゆるかわ、このゆるふわじゃない、ゆるふわパーマ。それ髪型がなんかちょっとでもなんかこうちょっとおっとりしてふわふわしてる感じ。サイダーが似合う女の子がいい、清楚系やと思う。サイダー、あ、あの瓶のやつ。そうそう。もう白いワンピース着てちょっとこう、うん、あので水の CM とかなんやろな。水が似合う女の子やろな。うん、そう、水を飲んだらいいのかな、じゃん。違うか。めっちゃ適当。でもさ、嫌じゃない。だってその人と会うたびずっとそういう、その女の子さ、どうなんやろな。もしかしたら。おっとりしてんのかな、この千秋ちゃんは。多分そうじゃない。だからゆるか、なんかあの清楚になろうと思ってやダイエットしたっていうのが、考えがなんかちょっと天然な感じせえへん。あ、でも別に痩せてるからって清楚ってわけじゃないやん。まあな、確かに、うん、まあ、ちょっと天然なんかなっていう。あ、ちょっと天然やから、多分ふわふわしてるからがゆるかわって言われるから、ね、うん、ゆるかわなんかな、うん、でもいいやん、ゆるふわ系。あ、ゆるふわ、ゆるふわ系やって。ゆるふわ？ごめん、ゆるかわ、ゆるかわって言った。ゆるかわって言ってた、うん。ゆるふわって書いてるわ。あ、ゆるふわ？ゆるふわって書いてる。やっぱパーマ。絶対パーマ書いてる。パーマやな。ゆるふわパーマ書いてる。でもな、これ言葉がゆるふわやね、やっぱり。生電話、キボンヌって書いてるのね。いや、ゆるふわやね。ね、これ俺が言った。俺も忘れた。俺も忘れた。俺ほんまに。俺が言ったみたいです。キボンヌ。言ったわ、言ったわ。アキトがゆるふわやからもう。俺と一緒やった。ゆるふわやねん。せやせや。いや、いいよ、ゆるふわ。ごめんごめん。ちゃんと。2011に桐山さんは。ゆるふわ、ゆるふわキャラで。ちょっと、みんなちゃんとキボンヌ書いてきてや。忘れるわ。ごめんごめん、俺が言ったわ。キボンヌ書いてきた理由も書いてほしかったな。せやな。忘れてるわ。忘れてるわ。え、どうしたらいいですか、じゃあ、千秋ちゃんは。これからどうしたらいい？もうだからやっぱり。でもやっぱ、だってその、憧れてる人は、優しくて、うん、清潔感があって、うん、清楚な女の子が好きやねん。どうなんやろ、爪とか綺麗にしたらいいんちゃう、清潔感。あ、結構見てるよね、男の子って、うん、男の人、女の人の手先
気になるから。あとリップクリームちゃんと塗ってくれてるの。あ、やっぱグロス系、プルンプルンプルンとしてる系、ヌーディーな感じで、うん、ヌーディーな感じでね。まあ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 そんなもんじゃないですか。もう自分のその変わったあれをやっぱりそうやな、好きにさす、そう、向こうに合わせるより、そう、もう自分の自分の魅力に気づかしちゃったんじゃん。そうそう、あ、なるほどね、魅力があるんだよっていう、タイプを変えたったらいいんだ逆に。まあでもね、もうあと3日4日でバレンタインですから、うん、あ、そうや、その千秋ちゃんはちゃんとその理想の男の子にバレンタインあげられてるのかどうか気になりますけど、ね、頑張ってほしい。まあちょっと頑張ってみてください、ね、というわけでここで一旦 CM です。関ジャニの男前を目指せ、来週の生徒は僕です。誰でしょう、聞いてね。ワッシャッワッシャッ受験生、頑張れ頑張れ社会人。ワッサビーフ、ワッサビーフ、ワッサビーフ、ヤー、頑張れよ受験生。ワッサビーフ、はい、ヤマヨシ、ワッサビーフ、はい、頑張れよ社会人。ワッサビーフ、ヤマヨシ。はい、というわけでですね、はい、まあ、皆様から本当にたくさんのこのバレンタインの川柳ね、はい、送ってきてもらってますが、うん、ぜひまだ間に合いますから、はい、今から送ってきてください。あの優秀作品はまあ来週ぐらいに発表したいかなと思ってますので、うんうん、あのそれまでに送ってきてくれれば嬉しいと思います、はい、でですね、その優秀作品とはもう別でですね、うん、僕たちちょっと一足先にお返しをもう用意してます。はい、なんと関ジャニの男前を目指せ1時間スペシャル、やったー、決定しましたよ。いや、すごいですね。早いよ。そうやで、年末12月26ぐらいにやったのかな、5、6やるぐらいにあったのにね、2010年の、うん、もう2011年あっという間ですよ。もうすぐですよ、すぐ、うん、でもこれ日程も決まってましてね、うん、ホワイトデーの前日、はい、3月13日日曜日、はい、これいい、またまたいい日ですよね。この前はクリスマスの1日後で後で後で、今回は3月1日前 で, 前で、その日にせいやって思いますけどもいつかはできるみたいな、いつかはできる。時間はですね、夜の8時から9時、これゴールデンタイムです。ゴールデン、すごい、ありがとうございます。まあちょっと13日が引っかかんだけどな、まだ俺も14日にしてほしかったっていうこれまだ金曜日じゃないだけよかったね、13日金曜日とかじゃなくて、ね、そうなんですよ、ジェイソンとかじゃなくて。でもね、うん、まさかの、うん、まさかの生放送です。すげえ、ありがとうございます。すごい、ゴイゴイゴゴイ、そうですよまあでも今のゴイゴイゴゴイスが何か分からんけどなんかめっちゃテンション上がったやろ、うん、なんて分かった、すごいよ、反対にゴイゴイゴゴイスって、あ、そういうことねいやでもね、今まで生放送に見立ててやってきてますけど正直収録でしたからもうね、嘘をつくのはやめてね、ほんまに生放送ということで、普段やったらね、直近直近カットできるところも、そうですよ、ピーはもう自分らで言わないあ、こいつ言いそうや、ピーもしかしたら分からない、誰が来るか分からへんけども、あ、バットとボーイズが、そうなんですよ、やるんだ、やるんですが、例えばさ、これ生放送やから、はいはい、生で直接電話できたりとか、うん、やば、ちょっと、もしかしてくんたに電話して好きな食べ物何っつってすぐ切るかもしれないありがとうありがとうっつって、いや、これ面白いな、マジで。そう、くんた、それほんま番組中メール送ってきてや、送るわ俺。そうですよ、ぜひぜひね、ぜひぜひ、本当に3月13日、うん、日曜日の、8時から9時は、うん、ちょっと家に帰ってね、うん、家で僕たちのラジオを聞いてもらえれば嬉しいと思うので、はい、うん、皆さんぜひ家で期待して待っといてください、はい、それで、ね、あのお便りもね、生やからちょっと僕らのアイディアだけではね、その何ができるかは決まってますので、うんうん、あのリスナーさんのアイディアもちょっと募集したいと思うので、はい、アイディアがある人はぜひ送ってきてください。はい、おはがきの場合は郵便番号 530-8012ABC ラジオ関ジャニの男前を目指せの係まで。メールの場合はアルファベットで男前アットマーク ABC1008.com までお願いします。はい、というわけで実はですね、まだ素敵なお知らせが残ってるんですが、それはまた後日ということで、はい、え、俺も何か知らん、ごめん、俺も知らん、台本読んでるだけで、うん、まあまあ後日発表されるから皆さん待っててください。今夜のお相手は副会長桐山明人と生徒会長の中田太一と山崎くんたでした。バイバイ。この番組はわさビーフの山吉製菓の提供でお送りしました。